東京都で2ヶ月ぶりに新型コロナの感染者が100人を超えたことに、県内でも再び不安や動揺が広がっています。今朝の JR 三島駅、東京や神奈川に通勤する会社員からは不安の声が聞かれました。人でも多かったし、来るべくしてきた第2波かなという感じがしますね。東京都では昨日新型コロナの感染者が107人となりました。1日の感染者が100人を超えるのは緊急事態宣言が出ていた5月2日以来2ヶ月ぶりです。心配なのはやっぱ電車の中で感染するとか、周りの人間も夜飲み行ったりするとそこから移してこられたりしても嫌だなっていう。あんまり行きたくないですけどね、今日はどうしても行かなきゃならない用事があって、やっぱ無症状の人から感染するっていうのが誰がかかってるか分かんないですもんね。また週4日都内の大学に通っている学生は、すごいなって、なんか学校本当にやってて大丈夫なのかなって思います。今日はやっぱり行かなきゃいけない。はい、もう単位が行かないとちょっとやばいって感じですね。県は県境を越える移動などについて見直し発表する方針です。